小川未明作ノバル。大きな国とそれよりは少し小さな国とが隣り合っていました。当座その二つの国の間には何事も起こらず平和でありました。ここは都から遠い国境であります。そこには両方の国からただ一人ずつの兵隊が派遣されて国境を定めた石碑を守っていました。大きな国の兵士は老人でありました。そうして小さな国の兵士は青年でありました。二人は石碑の立っている右と左に番号していました。至って寂しい山でありました。そして稀にしかその辺を旅する人影は見られなかったのです。はじめ互いに顔を知り合わない間は二人は敵か味方かというような感じがしてろくろくものも言いませんでしたけれど、いつしか二人は仲良しになってしまいました。二人は他に話をする相手もなく退屈であったからであります。そして春の日は長くうららかに頭の上に照り輝いているからでありました。ちょうど国境のところには誰が植えたということもなく一株の野薔薇が茂っていました。その花には朝早くからミツバチが飛んできて集まっていました。その快い羽音がまだ二人の眠っているうちから夢心地に耳に聞こえました。どれもう起きようか。あんなにミツバチが来ていると二人は申し合わせたように起きました。そして外へ出ると果たして太陽は木の梢の上に元気よく輝いていました。二人は 岩間から湧き出る清水で口をすすぎ顔を洗いに参りますと顔を合わせました。いやあおはよう。いい天気でございますな。本当にいい天気です。天気がいいと気持ちがせいせいします。二人はそこでこんな立ち話をしました。互いに頭を上げて辺りの景色を眺めました。毎日見ている景色でも新しい感じを見るたびに心に与えるものです。青年は最初将棋の歩み方を知りませんでした。けれども老人についてそれを教わりましてからこの頃はのどかな昼頃には二人は毎日向かい合って将棋を指していました。初めのうちは老人の方がずっと強くて駒を落として指していましたが、しまいには当たり前に指して老人が任されることもありました。この青年も老人も至っていい人々でありました。二人とも正直で親切でありました。二人は一生懸命で将棋盤の上で争っても心は打ち解けていました。いやこれは俺の負けかいな。こう逃げ続けては苦しくてかなわない。本当の戦争だったらどんなだかしれん。と老人は言って大きな口を開けて笑いました。青年はまた勝ち目があるので嬉しそうな顔つきをして一生懸命に目を輝かしながら相手の王様を追っていました。小鳥は梢の上で面白そうに歌っていました。白いバラの花からは良い香りを送ってきました。冬はやはりその国にもあったのです。
寒くなると老人は南の方を恋しがりました。その方にはせがれや孫が住んでいました。早く暇をもらって帰りたいものだと老人は言いました。あなたがお帰りになれば知らぬ人が代わりに来るでしょう。やはり親切な優しい人ならいいが、敵味方というような考えを持った人だと困ります。どうかもうしばらくいてください。そのうちには春が来ますと青年は言いました。やがて冬が去ってまた春となりました。ちょうどその頃、この二つの国は何かの利益問題から戦争を始めました。そうしますと、これまで毎日仲むずましく暮らしていた二人は敵味方の間柄になったのです。それがいかにも不思議なことに思われました。さあ、お前さんと私は今日から敵同士になったのだ。私はこんなに老いぼれていても少佐だから、私の首を持って行けばあなたは出世ができる。だから殺してください、と老人は言いました。これを聞くと青年は呆れた顔をして、何を言われますか、どうして私とあなたが敵同士でしょう。私の敵は他になければなりません。戦争はずっと北の方で開かれています。私はそこへ行って戦いますと青年は言い残して去ってしまいました。国境にはただ一人老人だけが残されました。青年のいなくなった日から老人は呆然として日を送りました。野原の花が咲いてミツバチは日が上がると暮れる頃まで群がっています。今戦争はずっと遠くでしているので、たとえ耳を澄ましても空を眺めても鉄砲の音も聞こえなければ、黒い煙の影すら見られなくなったのであります。老人はその日から青年の身の上を案じていました。日はこうして経ちました。ある日のこと、そこを旅人が通りました。老人は戦争についてどうなったかと尋ねました。すると旅人は、小さな国が負けて、その国の兵士は皆殺しになって、戦争は終わったということを告げました。老人は、そんなら青年も死んだのではないかと思いました。そんなことを気にかけながら石碑の礎に腰をかけてうつむいていますと、いつか知らずうとうとと居眠りをしました。彼方から大勢の人の来る気配がしました。見ると一列の軍隊でありました。そして馬に乗ってそれを指揮するのはかの青年でありました。その軍隊は極めて静粛で声一つ立てません。やがて老人の前を通るときに、青年は黙礼をしてバラの花を嗅いだのでありました。老人は何か物を言おうとすると目が覚めました。それは全くの夢であったのです。それから一月ばかりしますと、野原が枯れてしまいました。
その年の秋、老人は南の方へ暇をもらって帰りました。